はい、どうもおはようございます。ケンユウです。沖縄県糸満市でアボカドを中心に熱帯果樹や野菜の栽培をしております。本日お話しさせていただく内容は、ナメクジの減らし方5つの対策についてお話ししていきたいなと思います。はい、ナメクジ非常に厄介な、害虫ですよね。で、ナメクジはですね、雑食性で植物質のものや動物質のもの、何でも食べます。しかしながら、この中でもやっぱりね、柔らかいものが好きなので、アブラナ科の葉っぱとか、イチゴなどがよく被害に遭うかなと思います。それ以外の野菜にもですね、広く多くの野菜が被害に遭うと思います。で、またこの時期、4月から5月、梅雨前、そして梅雨の時期がですね、やっぱ1年の中で、ナメクジ発生数が多い時期になります。で、今回はそんなナメクジのですね、減らし方、対策方法ですね、ラジオでお話ししていきたいなと思います。で、ナメクジのですね、行動や、生理、こういったものを知って、きちんと対策を、すればですね、被害に遭う可能性もね、小さくなるんじゃないかなと思います。はい、家庭菜園をされている方、野菜や果樹栽培されている方の、ご参考になれば幸いです。はい、それでは、ナメクジの減らし方なんですけれども、先にですね、ナメクジの減らし方についてお話しさせていただき、その解説の時にですね、ナメクジがどんな生き物なのかっていうのをね、説明足していきながら、解説していきたいと思います。で、先に言っておきますけれども、ナメクジですね、実は全滅させるのは、不可能に近いです。で、そのため、ナメクジにとって居心地の悪い環境とか空間を作っていき、ちょっとでもナメクジの密度を減らしていく、そういうことが大事になってきます。で、ナメクジを減らすためのポイントはですね、以下6つですね。5つの対策プラスアルファですね。で、1つ目がですね、高畝を作る、というものです。で、もう1つが、野菜を立てて栽培する、というものですね。で、3つ目が、使っていない資材は片付ける。で、4つ目が、木材、木枠などを近くに置かない。で、5つ目がですね、野菜の近くの雑草は刈る。で、最後にですね、銅やビールはあまりおすすめできないよというお話させていただきます。で、今回のお話はですね、京都大学で無脊椎動物の、ご研究をされている宇高弘子先生というね、方の、ナメクジの減らし方参考にさせていただいております。で、今回の話は野菜畑の2021年2月号の雑誌からの引用です。はい、で、より詳しくですね、理解されたい方、ナメクジの、生態がどのようになっているのか、より詳しくね、知りたい方は、こちらの雑誌の方、ぜひ、ご確認、いただけると嬉しいです。はい、では、それぞれですね、対策の方を深掘りしていきたいと思います。で、まず、高畝を作るなんですけれども、こちらが一番ね、重要なポイント、対策ポイントだと思うんですけれども、これはですね、ナメクジだけではなくて、高畝というのは野菜の生育においてもですね、有効になる場合が多いので、ぜひこれは活用していきましょう。で、高畝にすると何がいいのかっていうとですね、水はけと風通しが良くなります。で、このことによって土の表面がですね、乾きやすくなるんですね。で、ナメクジ被害の多い場所は大体は、畝が低いところに植えられた野菜です。で、ナメクジはですね、もともとサザエとかね、アワビなどの、巻貝の仲間なんですけれども、現在は進化して肺呼吸ができるようになったので、陸上で生活しております。しかし、もともとはですね、やっぱり海中にいた、生き物なので、現在でもですね、生きていくためにはある一定の湿度を好みます。つまり乾燥した場所を嫌うんですね。なので、高畝、というものは対策として非常に、効果的、です。で、2つ目のポイント、野菜を立てて栽培する、ということなんですけれども、これも非常にね、重要なポイントです。で、野菜を地面につけずに、栽培すると、ナメクジの被害だけではなく、実はですね、病気にもかかりにくくなります。はい、例えばですね、支柱を使って立ててあげるとかですね、ブロッコリーの下の葉を支えてあげるとか、あとトマトの下の葉を摘んであげるなどが非常に有効なね、防除方法、対策になります。で、このようなちょっとした対策がですね、実は野菜を健康に育てたり、ナメクジなどの被害を減らしたりと、大きなですね、効果を発揮します。で、また、ナメクジにはですね、実は歯がありません。はい、
知ってるよという方も多いと思うんですけれども、歯がありません。なので、硬いものは基本的に食べれません。で、根菜類とかですね、まあ硬い葉っぱもあまり好んで実は食べないんですね。しかしながら、まあコガネムシとか、まあヨトウムシなどの、そういった他の害虫がですね、ちょっとつまんだ場所、ちょっと穴を開けた場所、こういったところがですね、まあやっぱり傷みやすいので、そうなるとナメクジは好んで食べるようになります。で、このようにナメクジはですね、腐敗臭というものを察知して寄ってくるというところがあるので、まあ野菜などもですね、立てて栽培して他の虫に狙われにくくする、病気にかかりにくくする、そういったことがですね、重要な対策になります。はい。で、3番目、使っていない資材は片付けるという話なんですけれども、まあ、ナメクジはですね、実はですね、穴を掘ることができないし、土の中に潜るという、潜らないというですね、性質があります。で、湿った暗い隙間に侵入してですね、乾燥とか直射日光、そして、あと外敵から身を守ります。まあ、大体はカエルですね。で、ナメクジはですね、カタツムリのような殻がないので、まあ、びっくりするくらい小さい隙間も入っていきます。で、ここ隙間あるのかなというところでもですね、もうここ絶対入れないよなという隙間でも本当に簡単に入っていきます。で、なのでまあポットの下とかですね、鉢の下、まあレンガやブロックの影とかですね、まあこういった場所はナメクジの温存、場所になります。なのでまあこういった資材などは、まあ、野菜を育てている場所からなるべく離すということがまあ大事です。まあついついねそのままにしちゃいがちなんですけれども、まあこういった一手間が、結構ですね虫の対策になり得るということですね。で、4番目、木枠を近くに置かないという話なんですけれども、この資材の中でもですね、最もナメクジが好む材料というのが実は木材なんですよね。で、堆肥を作られている方で、実は木枠をですね、活用されている方非常に多いと思います。で、ナメクジはですね、この木材、木枠がめちゃくちゃ好きです。はい。で、理由はですね、木材というのはやっぱり湿気を保つ、という材料なんですね。そして、板の表面にやっぱり苔が生えてきますよね。で、こういったものが餌になり得る。なので、まあ、生存する上では、まあ、最適なですね、こう、環境になっているんですよね。なので、堆肥を作るための、まあ、コンポスト容器、というものは、大体、まあ、木材の場合が多いと思うんですけれども、なるべく野菜を作っている場所から距離を取る、ということが、大事になってきます。はい。で、5番目ですね、野菜の近くの周囲の雑草を刈る、草を刈るということなんですけれども、まあ、これはですね、周囲に草があると、やっぱナメクジもですね、この野菜へアクセスしやすいというか、侵入しやすいということが分かっております。で、ナメクジはですね、直射日光が嫌いなので、やっぱり周囲の、野菜の周囲の草は、刈ってしまった方がいいです。で、これはナメクジの対策と同時に、まあ、野菜の生育にもいい影響を与えます。やっぱり雑草の背丈が高くなると、野菜に光がね、当たらなくなったり、野菜周辺の風通しがね、悪くなったりするので、生育不良になる、ということですね。まあ、野菜が草に負けてしまうということですね。はい。なので、ここら辺も、まあ、ナメクジ対策と同時に野菜の生育にも非常にいい、影響を与えるので、まあ、行ってしまいましょう。で、最後におまけなんですけれども、銅やビールはどうなのっていう話を最後にさせていただきます。で、まあ、この銅やビールですね、かなり日和対効果が低いと言われております。で、上で紹介したですね、5つの対策を徹底すると、まあ、ナメクジというものは非常に寄りにくいです。で、野菜を育てる上でも、まあ、効果的な方法なので、まあ、ナメクジ対策というよりも、こう、野菜をうまく育てる方法としても、まあ、費用対効果が高い。で、ナメクジ対策で、この銅やビール、効果的であるよということが聞いたことある方多いと思うんですけれども、宇高先生曰く、費用対効果がものすごく低いと言います。で、畑にですね、銅線や、まあ、銅板をすると、まあ、ナメクジが嫌がるということがね、あるんですけれども、まあ、ナメクジにとって魅力的な餌がそこにあると、もう銅はほとんど忌避効果がないと言いますね。忌避効果っていうのは、まあ、嫌がってこう寄せ付けないということですね。忌避効果がないと、まあ、研究の結果そう言っております。で、あとビールですね。ビールもあまり効果が、ないと、効果が低いと言います。で、ナメクジはですね、アルコールとか、まあ、アルデヒドの、まあ、発酵代謝成分に非常に敏感です。で、ホップの匂いも好みます。なので、ビールを使って、ビールトラップでね、溺れさせて、まあ、溺死させてしまうという対策も、
されている方もいるんですけれども、これ実は飲み逃げが、頻繁に起こっておりまして、でナメクジを逆にですね、そこに集めてしまうということも懸念されております。で、本来であれば、まあ、そこに寄らなかったナメクジもですね、こう集めてしまうとか、そういったことがあります。で、あとですね、やっぱり準備も片付けもですね、手間がかかります。はい。トラップしたナメクジを片付けるとかね、結構こう精神的ストレスになることがあるので、まあ、費用対効果が低いということですね。はい。まあ、なので5つの対策を徹底すると、まあ、ナメクジは寄りにくいということですね。ちょっと最後にですね、雑草マルチはどうなのかっていう話をさせていただきます。で、買った雑草とかですね、落ち葉などを利用した草マルチされている方も多いと思うんですけれども、実はこれですね、ナメクジの隠れ家とか餌に、なります。はい。で、野菜の周囲にですね、やっぱり活用されている方も多いと思います。浴槽効果とかですね。で、これが腐葉土になって将来的にミネラルの供給とかですね、土を肥やしていくという効果があるので、この雑草マルチをしないというのはですね、結構現実的に難しいところがあると思います。で、なのでこの草マルチ、雑草マルチを使用するときにはですね、野菜の周囲には積みすぎないというのがおすすめです。で、気持ち薄めに野菜の周囲は使用する、もしくは野菜の周囲だけは使わないということがね、おすすめです。まあ、この辺はこのナメクジ被害が、まあ、出てなければいいんですけれども、まあ、非常にたくさんの被害が出ているという方は、こういうふうに、野菜の周囲には使わないということを一回調整してね、行ってみてください。まあ、観察が一番大事です。その場所によって適切なこう対策、少し変わり得るので、こういった草マルチですね、どのように使うかっていうのは、まあ、観察してみてください。はい。ということで、今回はですね、ナメクジの減らし方5つの対策ということについてお話しさせていただきました。素敵な、野菜栽培ライフ、果樹栽培ライフをお過ごしください。ケインでした。バイバイ。